本日は、7月20日で、休眠定年にされた今田美さんに、本日は来社いただきまして、ソダシ、ゴールシップ、ソダシとゴールドシップ、そして、今田美さんの休眠人生についてちょっと振り返っていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。まあ、小さい頃から競馬場の隣に実家があるので、その時から馬が好きで、で父親に結構連れて行ってもらって、それでおじさんがその競馬場の厩務員をやってて、その馬を見に行かしてもらったりしてて、それで馬が好きになって、で実際にこの馬券関係で仕事をしようと思ったのは中学の3年生の初めぐらいからです。はい。地方競名古屋競馬場の地方競馬場で一応ジョッキーとして見習いとして入らないかということで、それで見習いで名古屋競馬場に行きました。はい。で小倉競馬場の隣に僕の実家があって、それで馬を好きになったのがそれで、はいはい、で競馬場仕事をしたいなと思ってたのが中学3年生の初めで、でその私のおふくろの身内からいっぺんちょっと、ね、高校行ってて夏休みの間でもいいから、うん、はい、そこのちょっと厩舎をちょっと仕事してみないかということで行って、それからもう九州に帰らず、そのまま名古屋競馬場で働いていたということです。はい。もう2年半ぐらい経って、うん、もう中央競馬場に入りたいというのがあったので、おじさんの方に連絡して、で内藤茂春先生を紹介してもらって、それで北海道の方に1年2、3ヶ月ぐらい修行で北海道牧場を行ってました。はい。でそれで競馬場の試験を受けて、で受かったもので、うん、内藤茂春さんのところの厩務員として働くようになりました。はい。6年ぐらい働いてました。でそれから中尾忠厩舎に移籍してずっと働いてて、で菅井先生のところはその開業からすぐに働き出して今に至るということで、はいはい、そうですね。ゴールドシップの出会いがあって、いや最初を見た時はもう、うん、すごい馬だなというのは自分でも分かったし、今までずっとこう馬を見てきて、ああ一番いい馬だなというのは僕は感じて、でそれを担当にしてもらったので、うん、こんないい馬を担当させてもらっていいのかなというのもありました。やっぱり馬も大きかったし、やっぱ友の張りも良かったし、でいやすごいこの馬のバランスがものすごく良かったというのが第一印象です。まあ皐月賞のうん、時は結構僕もまあそんなにメンバーも強かったし、そんなに勝てるとは思わなかったけど、いい競馬はしてくれると思ってたので、あとはもう僕もゲートを行ってたし、まあ、まともに競馬が見れないので、それであと、うん、声でラジオみたいな声で聞いて、はあ、勝ったんやなというのが第一印象で、はい、初めて体験した、うん、感動もあるし、
喜びもあったし、うん、まあそれで バスから降りて馬のとこまで行くのに、まああまりのうれしさかなんか知らないけど足が宙に浮いたみたいで、走っていくんだけどなかなか馬のそばには行けないなというのが自分の感じでした。はい、もう何が何か分からなくて、とにかく馬までちょっとね早めに行きたいなというのはあったんやけど、なんか足が宙に浮いていてなんか前に進めなかったという感じでありましたからね。はい、初めてです。使うのは何回かあったんやけど、うん、まあ勝つというのは初めてで、D1 を勝ったのが皐月賞初めてで、はい、まあ、やっぱり共同通信杯の時の競馬を見て、うん、やっぱりこう今まで競馬使ってたナンバーワンという馬を、うん、ああやってあの買わせたっていうのが第一で、うん、まあ、その時から馬の凄さがだん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 とこう出てきたような感じがしてて、それで、うん、チャンスがある馬じゃないかなというのがあったから、はい、でもう皐月賞を買った時はもうほんまに足が宙に浮いてて、はい、嬉しさあまりに、はい、馬は良かったんやけど、やっぱり2400というあれやし、そのレースの仕方が難しいんですよね。その馬その馬に対して全然違いますから、うん、ゴールドシップにしてはちょっと苦しい競馬場じゃなかったかなというのが一つありましたので、まあそれを克服してくれるやろうと思って競馬に挑んで、まあダービーは1回しか出れないから、まあ、再チャレンジはできなかったということで、はい、そうですね、まあ菊花賞の時はもう自分でも自信があったし、ああ馬の出来がものすごく良かったし、もうかつてこの馬の心臓の強さを思い知られたというか、その強さを、うん、分かったのは感じますね。はい、まあ仕上がりとしてはもう自分としては、うん、いい仕上がりできたんじゃないかなというのは、そうですね、有馬の時はもう僕も、うん、今度フル馬相手でね、相手もまた一段と強くなるというのがあったので、それで有馬記念はとにかく、うん、第一関門の挑戦というか、その年の締めくくりのあれで挑んで、その時もものすごく具合は良かったんですよ。はい、でまあ、獣医さんに、開業獣医さんに見てもらったら、うん、心臓の強さはすごすぎるという声が、うん、あったものだから、まあその皐月賞の時も、この馬の心臓はもうすごいよって言われて、でまあ菊花賞の時は ああいう競馬ができた早仕掛けで、うん、ああいう力のね相手をねじ伏せたという感じがあったから、まあ有馬記念でもそのままの調子が有馬記念に向けて調整をして、全然違いますよね。やっぱりこう、うん、今年ナンバーワンの馬を、うん、決めるレースだったし、おまけにファン投票の1位をして、まあすごいファンがいるから、ファンのためにも、うん、なんとかしてやりたいなというのが一つありましたからね。はい、気象の難しさはもうすごいものです。今の僕じゃとてもじゃないか手につけ合えないぐらいの、うん、よく僕でも自分でもいやこれだけよく僕もできたなというのは何回もありましたからね、思ってたことは、はい、デビューをする時はものすごくおとなしかったんですよ。まあ僕が飛び乗って運動できるぐらいの馬だったのに、
コロッと変わったのは京都通知会の使う前、うん、この馬が、うん、ひょっとしたらひょっとするんじゃないかなという少しの気持ちをあれ持たせてくれたのは京都通信杯ですからね。あの時のうるささはちょっと二人がかりでも手に負えなかったですよね。日に日にこの馬の力が上積みでずっと言ってたから、うん、それに対して対応するのがどういうふうな対応していいのかもわからないし、うん、気象面はもう、うん、やっぱ成長していくたびに気性が荒くなるとか、その馬っ気のきつさと、うん、そして馬を他の馬を自分のそばに近づけさせないというあれがあったもんだから、それで怪我したりしてたら、やっぱりそこを直すのにやっぱりかばったり、うん、どうしてもありますからね。それで他のとこが傷んできたりしたらいけないというのがあったものだから、まあすごい馬というのは分かってたから、うん、この馬を、うん、絶対に怪我させたらいけないというのを第一目標にしてて、でもうそれからもう付きっきりの仕事をするようになったのがその時が初めてで、はい、ああ人生変えてくれたんじゃないかな、うん、そしてもう一つは、うん、この馬だったら夢を僕に与えてくれる馬じゃないかなというのは薄々感じてたから、うん、それを一つ一つ叶えてくれてるし、くれたし、うん、有馬記念の時でも大一番やから、やっぱりこれからその先にこの馬がどんな成長していくのかも、うん、その有馬記念で勝ってくれたものだから、この先この馬どんな風になるんやろかとは薄、うん、感じてましたから、はい、調教もずっと歩いて1日やっぱり3万歩ぐらい歩く、毎日その3万歩を歩いてましたからね、はい、馬と一緒に蛇行早足を一緒に走ってたというそれもあります。やっぱりこう後ろから来る馬にちょっかいかけようと思って急に暴れたりで止まって蹴りに行ったり、いろんなことをやってたから、まあそれをしてもまた相手も怪我するし、こっちも怪我したら困るからということで、うん、早足一緒に走ってました結構やっぱりジョッキーが乗るとやっぱり雰囲気がゴロッと変わりますね、うん、いつも厩舎出る時も、もうすぐにも北村航平に、うん、またがして、だから、うん、僕一人じゃ仕事はできなかったです。やっぱり北村航平がいたからこその、うん、二人でできたゴールドシップだと思ってます、はい。